お伝えします。3年前の参議院選挙をめぐる大規模買収事件で、河井克行元法務大臣から現金を受け取り、検察審査会から起訴すべきと議決された5人の広島市議会議員が、検察の取り調べ方法に異論を唱え、会見を開きました。午後5時半から始まった会見に臨んだのは、克行元法務大臣から現金を受け取った広島市議会議員5人です。同席した弁護士によると、5人は現金を受け取った理由について、国会議員と地方議員の日頃の関係上普通のことだとし、買収の認識はなかったということです。取り調べで検察官に、克行元法務大臣を処罰するのが目的で、先生には何もするつもりはないなどと言われ、捜査に協力したと主張しています。無理な自白強要ということが東京地検特捜部によって行われたというふうに思います。30万円を受け取ったことは違法性はないとの認識を示している木山議員は、検察が示した情報と自身の記憶に食い違いがあると訴えています。今度は私にそういう裁判をしてでも争ってでも、やはりそれは通したいという思いで。木山議員は検察の取り調べと自らの主張に乖離があるとして、法廷で争う構えを示しました。